アガデス州の地図。北西の桃色の領域がアーリット県。アーリットは、ニジェール北部、アガデス州の都市、アーリット県の県と。2011年、の人口は約11.2万人。ニジェールにおけるウラン採掘の中心都市として、ニジェール経済において、重要な位置を占める。アーリットは、サハラ砂漠の中央部に位置する。アイル山地の最六に位置し、2 0 0トル北に行くと、 アルジェリア国境である。アーリットにおいて、ウラン鉱が発見されたのは1969年で、ある。これといって、重要な輸出品のなかったニジェールにとって、アーリットのウラン鉱は、経済発展の糸口となるものであった。近郊には、アーリット鉱山、アクータ鉱山の二つのウラン鉱山があり、露天掘りで、ウランが採掘されている。最盛期だった1980年代には、 世界のウラン需要の40%をこの二鉱山でまかなっており、ニジェールの輸出額の90%を占めていた。しかし、1980年代に冷戦終結などの理由で、ウラン価格が暴落、さらに周囲の砂漠化が進行し、アーリットにはスラム街が生まれた。砂漠化とウラン暴落はこの地域の経済を逼迫させ、さらに政治経済の実験を握る南部ニジェールへの 反感が募り、周辺のトゥアレグ人が1990年代に反乱を起こした。アーリットで産出されるウラン港はベナンのコトネう港まで運ばれ、そこから世界各地に運ばれる。ウラン港の輸出はアーリット以南の道路を整備させ、さらにアーリットの町自体がアルジェリアのタマンラセットと南のアガデスを結ぶサハラ、縦断ルートの沿線に位置するため、 サハラ語への重要拠点となっている。ただし舗装は南からアーリットまでであり、そこからアルジェリア国境方面への道路は未舗装のままとなっている。ありがとうございます。